はい、皆さん、こんにちは。アジアのグレーでーす。ということで、今回もね、グレーのシャツ着ておりますっていう感じなんですけども、えー、今日のですね、ちょっとね、日本時間っていうとね、お昼過ぎぐらいに動画をね、配信させてもらいましたけど、その時にはね、黒を着ててですね、その時にはね、あまりにもちょっとね、真っ黒だなーっていうのはね、話だったんで、黒を着たんですけども、今回の話はですね、ちょっとやっぱりまだグレーだなーということで、グレーに着替えましたみたいな感じですね。はい、でですね、今回の話は、 今ちょっと言いましたようにグレーの話なんですけど、永遠の宮家の H 様の例のね、北九州シリーズ文学館のに提出された作文です。作文の問題に関してですね、この話やっぱりね、グレーだよねっていうことをね、また、えー、言わざるを得ないかなということで、ちょっとね、数日前に私もね、動画で紹介させてもらいましたけども、皆さんもね今に至ってはですね、よくご存知だと思いますけども、ブロガーのね、エ,エトセトラジャパンさんが、 え例のね、えー、グリーンフラッシュブルーフラッシュの続報じゃありませんけどもやっぱりねエイシ様の作文内容に関してはこ,こ,この部分これだけおかしいなっていうようなことをね具体的にねまたね深掘りをされてますこの深掘りの仕方いやすごいねっていう感じですね。 私もね、たまにね、このエトセトラさんというとね、まあ、あのペンネームだと思うんですけども、まあ、お名前でもですね、このブログの中でも出されてますけど、朝比奈さんってね、出されてるんですけども、たまにね、連絡をね、まあ、E メール等を返してですね、させてもらってるんですけども、 例えばね、今回も、いやー、すごいですね、すごい内容また出しましたね、なんていうことをね、えー、ちょっとね、連絡させてもらうとね、いやいや、あの、いつも私の動画をね、えー、まあ見ていただいて参考にさせてもらってますとかね、非常にまあ、ご丁寧なね、えー、その返信をね、もらったりだとか、えー、私のそのブログに関してはご自由にお使いくださいませ、みたいなことで、非常にね、あのー、この方ね、あのー、そのね、メールでもらうようなね、えー、その返信の内容を見てもね、 非常にね、なんていうのかな、ご丁寧なんですよね。で、このブログの内容、記事の内容を見てもですね、非常にですね、 ななんててていうの詳細ににっお調べになられてますよね私のがよくね「あのググリのケイちゃんだ」なんていうこと言ってますけど私の調べなんてら結構いい加減ですからねまああんまりいい加減な内容は言ってるつもりはないんですけどまあちょこちょこと見て「あこんな記事出,出たよ」みたいな形でね皆さんには「いの一番に知らせちゃう」みたいなことであんまり深掘りはしないんだけどこのエトセトラさんに関しては本当に一つ一つをね深掘りされてね、えー、こう言ってのことでこうですよみたいなことで話されてるんでいや本当にねこのね調査能力という 情報収集能力ですねこの情報収集能力の高さというようなことに関してはいつもね感心させられておりますみたいなエトセトラさんですねねまあよく、ね、こういったね。 まあ取材能力だとか情報収集能力とかっていうとまあ私もねしょっちゅう話をさせてもらってますけどもやっぱりねこのね篠原ご夫妻ですよね、えー、篠原丈一郎さんとまあ奥様のゆかさんね篠原ご夫妻に関してもまあ本当にね最近でも新しいネタをね,とね毎回のようにねお話しされてますけども本当にこの取材能力すごいよねっていうのはねまあそれにもね引きを取らないような、えー、その江戸セトラさんのですねこの情報収集能力すごいよねっていう感じですであんまりやっぱりね え前振りばっかし長くなっちゃいますので、えー、今回もね、えー、その例の H 様のブルーフラッシュグリーンフラッシュの続報じゃありませんけどこんな感じでね、えー、私もね、えー、今回、まあ、またね是非ですねこのエトセトラさんのブログはね私のこの動画の後に是非ご覧になってほしいので、えー、概要欄に URL 貼,貼っ付けときますけどねすごいですよって感じですよ で、えー、まあ、ここにね、1234567っていうことでね、深掘りじゃありませんけども、その実はグリーンフラッシュ、ブルーフラッシュだけじゃないよ。こういったようなところでも、実際にこの H さんの作文どうなのおかしいでしょみたいなことを言われてるわけです。まあ見て、私も読まさせてもらってね、いやー、またすごいとこ深掘りされてるのかなっていう感じなんですけど、私の方ではね、一つずつ、 簡単に、簡単にですね、概略だけこの動画でお話ししますので、ぜひこの私のね、概略動画をお話しに、あの、話をですね、お聞きになった後でですね、ぜひ、今回はエトセトラさんへゴーじゃありませんけど、このブログね、ご覧になっていただければなっていう感じです。で、ここにちょっと書いてある通りですね、エイさんの作文、こんなにおかしいよっていうようなこと,ことなんですよ。 でちょっとね一つずつ説明していきますけどフェリーセブンデッキを完全貸し切りにしたんですかみたいな話なんですね。でこのね H 様のこのね、えー、まあ小笠原諸島へのね、えー、経費廉価との、えー、ご旅行に関してはね私的旅行だっていうようなことが言われてますよね。その私的旅行が故にですね、えー、例えば今現在ね露出されちゃってるようなそれこそねウェブ上で 公開されているというかね、露出されちゃってるような写真も非常に少ないんですよね。で、今回一枚だけちょっとお見せしますけども、そういったね、写真見ても、これ本当に経費ねんかこれ本当にエイ様っていうような、非常にね、今回グレーだけど、本当なんですかみたいな写真が多いんですよね。で、例えばこんな写真。まあ、これもね、えー、まあ実際はエトセトラさんも、えー、このね、ブログの中で引用されているような写真なんですけど、こんなようなね、 これ本当にね、経費殿下なんですかっていうのは、まあちょっと見ると確かにそういうふうにも見れるんですけど、こうやってね、あの、帽子をですね、深くかぶって、なおかつね、手すりでなんか本当のね、表情がわからないっていうような状況なんですけど、で、今回はね、まあこの写真もさることながらですね、この経費殿下らしき方がですね、なんか手すり捕まってますよね。で、今回ね、やっぱりエトセトラさんも深掘りされてるんですけど、どうも、 この K、比連家、H 様が、えー、まあ、この滞在されたというかですね、このね、えー、フェリーに乗られたのは、なんかね、非常にいいとこらしい。まあ、<laughs> いつものことじゃありませんけど、特等、特等室じゃありませんけどね、特別室に、えー、そのね、実際に、えーまあ、滞在されたというかね、そこに泊まられたようなんですけども、なんかね、えー、実際はね、このね、今写真でお見せしたような、この手すりを、 があるようなところは実際のそこからかなり離れたようなところでまあこの写真なんかでもね一般の人なんかもねなんかいっぱいいるように見られておりますけどもなんか一般の方がねいっぱいいるようなところらしいんですねということを考えるとこういったようなね経営、えー、秘伝家もしくは H 様がですねこういったような一般のところに本当にいたんですかちょっとそれ考えづらいですよねというようなことを考えるとやっぱりね これ、私的な旅行とは言ってるけども、いっぱいそれこそ SP がいっぱいいたりだとかね、えー、それこそね、公式ダイブがいたんじゃないかなとかね、全く私的な旅行とはね、思えないような旅行だったんじゃないのっていうようなことをね、えー、です。というようなことを考えるとね、そういったようなね、えー、まあ人件費だとかっていうことを考えると、これ、私的な旅行とは言ってもですね、 とてもじゃないけど、そんなね、指摘じゃなくて、実際は何千万円も使われたんじゃないかっていうようなことも疑われるね、みたいな感じですね。まずそういったようなことだとかね。はい、あとは2番目。2番目はですね、これ、青海亀の話なんですけども、これね、えー、その実際にですね、作文の内容もですね、どんなことが書かれているかというとですね、えー、要はね、この、 青海亀というのはですね、通常はですね、日中に孵化するというようなことはほとんどないらしいんですね。というようなことはどういうことかっていうと、日中に孵化されちゃうと、当然ですね、それを捕食しようとするようなその外敵がいっぱいいるわけですよね。そういったような危険があるというようなことで、 やっぱりこの青海ウミガメが、えー、この実際に孵化されるのはですね夜中が多いらしいです。で夜に孵化されてその後ですねその海まで一生懸命そのね、えー、生まれた赤ちゃんのね、えー、ちっちゃな亀がですねこうやって一生懸命こうやって歩いていくと、まあ、そういったようなことは皆さんもご存知じゃないかなっていう感じですけどもそういったようなことが通常なんだけどどうもこのねエイチ様の作文を見る限りにおいては例えばその作文がね えー「真っ白な、えー、この砂浜で孵化したばかりのかわいいウミガメの赤ちゃんを見ることができました」ってねこの「真っ白な」っていうようなことの表現からわかる通りでどうもこれ昼間のことを、えーね、この描写しているような作文なんですね。というようなことを考えるとですねさっき言ったようにこの「昼間にこのね青ウミガメが孵化するっていうことはほとんどないんですよ」にもかかわらずこの H 様の作文においてはですね昼間あたかもですねさっき言ったように真っ白なってことでしょ ということはですね、昼間ですよね。夜だったらですね、これ真っ白なって表現じゃないからね。ということを考えてもね、おかしいだろうって、本当に見たんですかみたいなねえ、ことです。で、なおかつですね、これ、エトセトラさんがいろいろ引用されているんですけども、えどうもですね、これね、あの、実際にですね、えーとですね、ちょっと待ってくださいね。これなんか反対活動をしているようなね、 えー、そうういいいったたたよなな教会みみのがあるみたいなんですねでどう要はどういうことかというとこの小笠原海洋センターというようなねところがウミガメの、えー、保全活動をしてるんですけどもそういったようなところがねやっぱりこういったようなですね、えー、やめよう海小ガメの放流会っていうようなことで要はですねそういったようなことを昼間にそあのー、ね やっぱりその例えば生まれたような赤ちゃんがですね夜中だったとしてもそれを時間を経って昼間にこう言っての放流というようなことは当然その赤ちゃんの体力を奪っちゃうというのこともありますのでそういったようなことは非常に危険だからやめましょうということでね、えー、例えば日中ではね大型の魚だとかね海の鳥などに捕食者に見つかって危ないだとかねそういったようなことも含めてなおかつ体力を奪っちゃうというのこともあるので。 日中のね子亀、えー、の放流会っていうのこともあるらしいんですけどそういったことに関しては反対しているっていうようなこともね、えー、あるらしいんですね。というようなことを考えるとね、えー、さっき言ったようにまずね昼間にそういったような機会を見るというようなことはほとんど考えられないんじゃないかっていうことでおかしいなっていうことですね。でも、えー、さっき言ったようにですねエイチ様の作文を見る限りにおいては真っ白な砂浜。 夜だったら真っ白じゃないよね。<laughs> っていうようなことで、おかしいなっていう感じです。まあそういったようなことだとかですね。あとは、えっ、ー、とね、3番目は何でしたっけ、えー、?3 番目は、うん、この当初1点だけ示された参考文献とはっていうことで、どうもね、このね、1点だけね、えー、このもともと提出された作文にはね、 1> 1点だけこの参考文献が載ってたんですねそれがね、小笠原諸島返還50周年記念誌というようなことが、えー、この参考文献として1点だけ、えー、なんかね、えー、載せられてたっていうことなんですけども、この1点だけの参考文献がどうもわざとらしいっていう話なんですね。えー、というのはですね、えー、このね、世界、えー、自然遺産に2011年に登録されたっていうような、 えこの小笠原ななんでですすけどもそれに関してですねなんかいかにもですねその部分を非常にねクローズアップしたいというような感じでわざわざこのね1点だけの参考文献を記載したんじゃないんでしょうかっていうようなことに関してですねえまあ江戸末澤さんがピックアップしてるっていう感じですねまあ確かにわざとらしいかねっていうような感じですねそういったようなことも見受けられるっていう話です。 で、4番目、これはね、イルカと泳いだというのは本当かみたいな話なんですけども、これね、さっき言ったように、前後半に前後編にね、今回2回に分けてね、ブログを書かれてるんですけどね、その中でもね、特にね、これ動画でも紹介してるんですけども、えー、なんかね、えー、イルカ、んイルカ、マンタ人と、人と共に小笠原を潜るみたいなね、そういったようなね、えー、実際にこの YouTube かな、なんかでも動画でもあるらしいんですけども、 えー、その動画でもですね、このエトセトラさんの、えー、このね、ブルグニはア,アップされております。で、これを見るとね、確かに見るとよくわかるんだけど、そんなね、当時ね、10歳だから11歳だったというですね、このね、エイチ様がですね、そんなね、こんなスキューバダイビングのね、えー、技術があったんですかっていう話ですよ。ということにもかかわらず、えー、このですね、エイチ様の作文においては、 えー、しっかりとですねイルカと一緒に泳いだみたいなことが書かれているという話です。本当なのみというようなことだとかねもう話してると聞きたくなっちゃいますね。あとは5番目父は本当にお仕事だったっていう話なんですけどこれもね深掘りされてるんですよというのはどういうことかっていうと確かにねエイチの作文の内容としては、えー、このね えー、父は確かに仕事で行けなかったっていうような文面もね書かれているんですけど果たしてそうなのっていうことでね、えー、実際にこの時のね、えー、平成29年で、ね、7月から9月の永瀬宮家のご日程を見るとっていうことでそれまでね具体的にねバッと出されておりますで確かにね、えー、このねご旅行をされていたというようなね7月22日から28日 日の内容を見ると、これ、A 宮殿下何にも予定入ってないんだよね <laughs>。ということね、実際は、あの、一緒に行けたんじゃないのっていうようなことなんだけど、なんかこの作文の内容ではね、仕事で行けなかったって書いてあるんだとかね、なんかおかしいものばっかしだよねっていう感じですね。 で、えー、あとは、えー、6番目にこれ、再びグリーンフラッシュの話なんですけど、まあ、これはね、前にもね、エトセトラさんも言っていたように、まあ、私も紹介させてもらった通りですね、通常は2、3秒しか見れないと。で、このブルーフラッシュ、グリーンフラッシュということになると、もう本当にこのブルーフラッシュっていうことになるとね、パッとしか見れないようなね、そんなような非常に珍しいというような中で、なんでね、これね、わざわざグリーンフラッシュっていうことを書いているのっていうことでね、改めて、えー、まあ、出されているって話ですね。 でえー、最後のこの7番目、文章全般がまるで白黒のガイドブックっていうようなことをね、言われてるんですね。まあ、これはね、文章全体がね、なんかね、えー、その言葉尻を見てもですね、なんかね、どう考えても、なんかそのね、えー、そのね、まだ10歳ぐらい、もしくはですね、十何歳の人がね、えー、その子供がね、書くような文面には見れないというようなね、 え、その中学生の、えー、実際ね、この出されたのは中学生ですからね、中学生のそのエイチがね、書かれたような言葉だとか、言葉の言い回しなのかなみたいなね、もう不思議にならないというようなことです。まあそういったようなことでなんかね、 えー、どうもね、そういったな文面だけ見ても非常にちぐはぐだなっていうことがわかるみたいな感じで、まあちょっとね、簡単なんですけども、1番から 7, 7番までね、えー、このエトセトラさんが紹介されているようなね、なんかこの部分おかしいんだよっていうことで私も紹介をさせてもらいました。私、あくまでもね、そのね、えー、かいつまんだ部分しかね、お話ししてませんので、さっき言ったね、えー、このね、イルカと泳いだってね、これは確かに YouTube の動画なんかもアップされててね、確かにね、それ見るとね、 このね、スキューバダイビングの能力というかね、そんなようなことがね、エイチ様持ってるんですかって、<laughs> あるわけないよねっていう感じですよね。それ考えたら逆にこんなイルカと一緒に泳いだなんていうのはね、非常にね、危ないですよね。危ない行為だよね。本当にこれをね、一緒にイルカと泳いだんであればですね、非常に危ない行為をされたっていうことにも繋がるんじゃないかなっていう,ような感じですけどね、どう考えたってね、してないんじゃないかっていうようなことがね、想像できちゃうって話です。 まあ、なのでね、えー、これはあくまでも、えー、想像的な話なんでね、でもやっぱりこの作文の詳細を見ていくと、こんな感じでおかしい部分がいくらでも出てくるっていう話ですよ。その最たる話が、えー、そのグリーンフラッシュ、ブルーフラッシュの話だっていうことですよね。まあ、というようなことです。えー、なのでね、まあ、こういったことで、まあ、今回はエトセトラジャパンさんがまだね、深掘りをされて、 バーンとね、ブログとして出されているって話なんですけど、私ちょっとね、冒頭でお話ししましたように、例えばさ、あの、経務所に関しても、私も昨日、一昨日ぐらいにね、えー、具体的にあれは新庁ですかね、あのー、今度、えー、まあ4月からもう4月ってあって、もう本日ね、えー、3月31日、あもう月末ですよねっていう中で、えー、ですよね、明日もう1ですよね、もう明日から4月ですっていうような中でね、 例の経営委員長の西村長官の後輩じゃありませんけどもあの警察のね何でしたっけ外事課か外事課という非常にね特殊なねそれこそ C 国だとか K 国のねスパイ活動だとかそういったようなことを監視してるみたいなねそういったような情報管理のプロがね具体的なその室長広報新しくできる広報室の室長としてね赴任されるわけでしょっていうようなことを考えるとね えー、今回私がこの言ってるような動画。はい。ぜひチェックしてくださいよって感じですよね。それに関して真実を伝えてくださいと。はい。私が今回言ってること、もしくはエトセ,エト,セトラさんがですね、ブログで上げているようなことに関してもね、この情報管理のね、プロ、F さんっていうこと。まあ、実際はね、実名で藤原さんって出てますけどね。その藤原さんっていう新しい広報室長の方。ぜひね、これに関してはね、私が変なことを言ってるんだったらチェックしてくださいよと。で、ちゃんとしたね、えー、ことを えちゃんとチェックしてです、ね、す経営委員長の方から SNS でも何でもいいですから、えー、ちゃんと報道してください。ちゃんと話をね、えー、伝えてくださいよって話ですよね。そのためのこの藤原さんという新しい方をね、え赴任されるんじゃないんですかということをね、強調して言いたいですよね。で、そういったような、ちゃんとした真実のことを話すことによって、えー、その H 様のね、その名誉じゃありませんけど、そういったようなことも守られるんじゃないんですか。H 様のためにもですね、ぜひそういったようなことは、ちゃんとですね、 説明責任果たしてくだとい,いう感じですね。はい、えとようなことでした。ということで、いや、何回も言うけどね、エッドセドさんすごいね、ということを <laughs> 今回もお伝えさせていただきました。はい、この動画ご覧になった後ですね、あの概要欄に貼っときますのでね、ぜひお詳しい内容に関しては、そちらの方のブログご覧になってくださいということです。ありがとうございました。ではね、バイバイ。